まず最初にだが、ゴシップチャンネル名よろしく、ガチガチにソースを固めずに喋る内容が多い。一応簡単に添えられそうなソースは書くが、そのソース自体正しいとは限らない。だからこの動画を真に受けずより正確な情報は自分で調べてみてほしい。今回の動画は、各新聞社とテレビの特徴、前編、の続きだから、その辺よろしくね。前編見てないって方もいるかもしれないから、重要な部分を簡単におさらいしようか。前編のほとんどが、偏向報道、だったわね。ああ、だからその部分をざっと説明するぜ。偏向報道。簡単に言えば、マスコミの都合によって情報の量、種類が決められる。都合が悪いと出さないのよね。ああ、よく言われる、報道しない自由。ってやつだ。他には、マスコミが特定の人物や集団に肩入れする行為だ。もちろん、中立を装いつつな。で、味方してる方には好感持つ情報を出して。ああ、敵または気に食わない奴は印象悪くなる情報でガンガンネガキャンする。そこへさらにスタジオ上げて、コメンテーター、や指揮者、総出で袋叩きだ。まあ、最近は中立に見せるため。一人二人はアリバイ程度で反対意見言う人間を用意するがな。でも、スタジオ内の雰囲気は何言ってるんだよこいつ、みたいになってない。まあ、結論ありきだからな。今考えました、的な態度だったりするが、フリップが用意されてる時点でお察しだ。台本。まあ、テレビに関してはこんな感じだな。これをさらに露骨にしてるのが新聞だ。新聞は公平性、や多角的な意見、といったルールがないのよね。ああ、だから新聞によってはすごいぜ。今回はその、凄さ、の話なのよね。そうだ。さて、前回を雑に説明するとこんな感じかな。じゃあ、そろそろ本題ね。ああ。それでは、各新聞社とテレビの特徴、に行ってみようか。ちょっと注意点を挙げると、今回の話は、見聞きや印象といった曖昧なものも多い。デマチャンネルが今更予防線発展じゃないわよ。いや、例によって真に受けないでくれってことさ。まあ、こんな感じの傾向がある。って程度に聞いてくれ。前回の偏向報道との関係は、そうだな、その偏向が強いメディアには要注意ってことだ。他にも、捏造、詭弁、不祥事、といったものも評価に関係する。新聞社としての素行、ああ、以前の動画で説明した、ワイワイ問題、なんてわかりやすいだろ。ああ。では、そろそろ始めようか。まずは新聞からだ。ちなみに、取り上げる新聞は独断と偏見によって選ばれてるから、そのあたりご容赦ください。では、最初は全国紙から行こうか。うん、全国紙。簡単に言えば、全国向けにニュースを報じる新聞だぜ。それゆえ、販売地域も広い。その反対は地方紙。地方紙は読んで字のごとく、特定の地方を販売対象にしてる新聞だ。ブロック紙というものもあるが、これは全国紙と地方紙の中間ぐらいのイメージでいいぜ。では全国紙から行くぜ。日本経済新聞。日経新聞って言われてるやつ？そうだ。日本経済新聞のウィキペディアから引用、説明するぜ。日本経済新聞は、日本経済新聞社の発行する新聞、経済紙、であり、広義の全国紙の一つ。日本 ABC 協会調べによると販売部数は2017年10月で朝刊約260万部、夕刊約127万部である。最大印刷ページ数は48ページである。ABC 協会って、簡単に言えば、発行部数などを調査する団体だ。なんでそんなことするの？押し紙問題とかあっただろ。それを防ぐため？どうだろうな、調査先に新聞社や販売店があるっていうしな、押し紙してるところに正しい部数聞きに行く。まあ話を戻して、日経新聞、日本経済新聞の簡単な概要だぜ。名前は本当に有名よね。ああ、政治ネタやゴシップとか不祥事系の話題だとあまり上がらない印象なんだけど、まあ、名前の通り、経済、新聞だからな。日経新聞と言ったら、ほとんどの人が聞いたことがあるだろう。日経平均株価も日本経済新聞社が算出してるんだぜ。あの情報って日経新聞からだったのね。ああ、で、さっきお前が言ったゴシップ系だが、経済関連を先行してる分そっちは弱いんだ。だからワイドショーでは控えめなイメージなのね。ああ、だが競馬関係は強いぜ。競馬って赤鉛筆で競馬新聞に丸つけてるやつね。古いステレオタイプやめえや。脱線するが、競馬に今みたいなすすけたイメージある人は、東京競馬場場内で検索するとイメージ変わると思うぜ。めっちゃオシャンティやんけ。まあ、話を日経新聞に戻そう。再び引用。競馬については、系列のラジオ日経、旧ラジオ短波、が日本中央競馬会主催の中央競馬レース公式実況を受け負っている関係や、複数の協賛レース、日経賞、日経新春杯など、があることから、一定の強みを発揮しており、競馬専門の記者がグループの放送メディアに出演し、解説を行っている。確かに日経でラジオって言ったら競馬のイメージね。ああ、ちなみに土日など休みにやってる競馬が中央競馬だぜ。競馬って休みの日だけじゃないの？平日もやってるが、こちらは地方競馬とされている。何かと話題になるレースは中央、ああ、いわゆる JRA だ。なんでそんなこと知ってるのよ。まあ、中の人がちょっとな。で、当たってるの。日経新聞の説明続けて、ああ。では引用再開。
芸能人個人のニュース関連はほとんどない。社会面の4コマ漫画、読者による投稿欄、読売新聞では気流、朝日新聞では声、など、もない。だから芸能関係の話題だと全然上がらないのね。第1テレビ欄は、他の多くの新聞が最終面に掲載しているのに対し、日経では中面掲載となっている。その辺変わってるのね。自社系列の販売店が少ないため、読売新聞や朝日新聞、毎日新聞、中日新聞、西日本新聞の各販売店に委託をしている地域が多い。他の新聞社の販売店で一緒に配ってもらってるの。まあ案外普通にあることだ。次はお値段だ。定価は、一部売り、朝刊180円、夕刊70円、2017年11月1日より、月決め、朝夕刊セットの場合4383円、ともに、他の全国紙やブロック紙より値段が高く設定されている。月決めだと気持ち安いわね。まあそれは大体のことに共通してるな。ちなみにネットでも記事を配信しているが、基本有料みたいだ。2017年1月現在、日経電子版の有料会員数は50万人を超え、新聞メディアの有料電子版としてはニューヨーク、タイムズ、155万人。ウォール、ストリート、ジャーナル、96万人。フィナンシャル、タイムズ、64万人、に次ぐ規模であるとしている。有料化してもそんなに読者がいるのね。そうだな。日経新聞、読んでおけば間違いない。なんて言われるゆえんかもな。次は論調だ。2009年、平成21年、の新聞通信調査会の調査では、最も保守的10点、最も革新的0点、という分布の中で 5.2 点だった。全国紙の中で最も保守的であるとされた読売新聞は 5.6 点、時点が産経新聞の 5.3 点、毎日新聞は 5.0 点、最も革新的な朝日新聞は 4.4 点である。産経と朝日でも 4.5 点あたりってのがすごい意外なんだけど、まあ、もっと極端なのがいるってことじゃないかな。何よその顔。ちなみに日経新聞は、テレビ東京を子会社に持つテレビ東京ホールディングスの主要株主でもあるぜ。テレビ東京っていうから東京新聞が株主だと思ってた。結構その勘違いしてる人多かったな。さて、次は、やらかし、関連だ。これもウィキペディアから引用するぜ。例によって、チョイスは独断と偏見だぜ。変更ってことね。まあゴシップチャンネルだしな。その辺はみんなわかってくれてるだろう。2004年4月のイラク日本人人質事件で、取材でいた3人の詳しい住所を、他社同様にウェブページ上に公開。読者からの指摘を受けて削除した、要出典。この3人いろいろ言われてるけど、ああ、だが新聞社が個人情報漏らすのは論外だ。漏れた個人情報は回収不可能だからな。まあ、要出典、ってのも忘れないでな。他社、同様ってのも気になったんだけど、2012年2月20日、任天堂についての記事で、任天堂の岩田悟社長から不正確な報道があったとツイッターからのコメントで指摘される。岩田は文脈を無視して恣意的に言葉を抜き出したり、事実と憶測を混ぜて書いたり、まるでゴシップ誌のような手法を取られている、と語り、またそれが何度も繰り返されていると指摘している。某新聞のや取材といい、この社長災難が多いわね。ああ、災難が多かった、な。黙祷。さて、次だ。2011年頃から、日本経済新聞は NTT ドコモが iPhone や iPad を出す、といった飛ばし記事を数回ほど報じているが、報じるたびに NTT ドコモにプレスリリースで全否定されている。なんで日経新聞は飛ばし記事が多いの？2013年、日本経済新聞は NTT ドコモが音声通話定額制の導入を検討している、と飛ばし記事を載せたが、iPhone の報道同様に、NTT ドコモから全否定のプレスリリースを発表されている。おう、学習生や。2013年2月7日日付の記事で民主党政権時代にも中組人民解放軍海軍の艦船から海上自衛隊の艦船に向けて射撃管制装置が照射されたが当時の野田首相や岡田副総理らが日中関係を悪化させたくないとの判断で事実公表を避けたと報じるも翌2月8日の衆議院予算委員会及び2月27日の参議院予算委員会において防衛大臣の小野寺逸則がこれを否定自民党の人から否定されたってことはいろいろ察するわこの報道に対し、民主党の岡田克也と細野豪氏からは抗議文が出され、野田佳彦も事実無根とコメントを発表した。とりあえずここまでな。やらかしに関しては、飛ばし系、が多い。私もそんな印象だったな。まあ、中身は国会議員関連でなく、経済新聞名乗るだけあって、そっち系、が多かったな。とまあ、日本経済新聞はこの辺にしよう。簡単にまとめると、テレ東の主要株主。日経平均株価で有名。名前の通り、経済関連の記事が多くお値段気持ち高め。競馬は任せろ。論調は中道っぽい。電子版の会員数は結構すごい。ってところだな。まあ、なんていうか、新聞、って感じね。ああ、政治家や芸能人絡みの話も少ないし、日経新聞では変更についてピンとこないかもな。さて、次は読売新聞に行こうか。出た。有名新聞、ああ、大手新聞だけあって情報量は半端じゃないぜ。まともに取り上げたら終わらなくなるから。10分前だから平気平気。これも例によって、私の独断と偏見で説明するぜ。読売新聞。ウィキペディアより引用。
読売新聞は、読売新聞東京本社、読売新聞大阪本社及び読売新聞西部本社が発行する新聞である。世界最大の発行部数を誇っている。世界最高。第5は、江戸時代に瓦版を読みながら売っていた読売に由来する。瓦版って、江戸時代版の新聞ってところかな。その頃から新聞みたいなものがあったのね。ああ、でも、印刷機なんてない時代にどうやって印刷してたの？版画を使って刷ってたそうだ。あ、確かにそれなら効率良さそう。一枚一枚手書きはさすがに大変だろうからな。まあ、読売新聞の説明に戻るぜ。読売新聞の歴史をちょっとだけ引用。詳しく知りたい人はウィキペディア読んでみてね。1874年11月2日号名会社日集社から読売新聞創刊。創刊当時は1日おき発行の各日刊誌で、漢字に読み仮名を振った画期的な庶民のための新聞だった。最初は1日おきに発行してたんだ。次の年には日刊になったらしいがな。1917年12月1日称号を日集社から読売新聞社に改称。ここで読売新聞になったのね。1924年2月25日関東大震災後の経営難から、前警視庁経務部長、後の衆議院議員、正力松太郎が買収。正力の社長就任で今日に至る読売新聞発展の基礎を築いた。あれ、この人って名前出たことなかったっけ？朝日新聞の会で少し出たな。まあ、この人のことは余裕があったらな。1934年12月26日大日本東京野球クラブ、現、読売ジャイアンツ、創設。部数拡大に大きく貢献する。巨人の創設ってこんなに古かったんだ。まあ今の巨人とは違うがな。1953年8月28日読売新聞社などの出資による日本初の民間テレビ局、日本テレビ放送網が本放送を開始。日テレって民放では日本初だったのね。1955年1月1日正力松太郎の命令により、原発導入を図るため大キャンペーンを展開開始。え、なんで原発推進なんてやってるの？ CIA と協力してたんだよ。え、続き読むぜ。あ、はい。1977年発行部数で朝日新聞を抜き、日本一となる。またソ連、現ロシア、のプラウダなどを抜いて世界一の発行部数となる。翌年には発行部数世界一とギネスブックに載るぜ。世界一とかすごいわね。どうだかな。あん？日本人は大手紙が大好きって言われてるからな。つまり、その関係で大手紙に部数が偏るとも言われてるぜ。外国は大手紙以外も買うってこと？それ以前に新聞としての形が日本と全然違うとも言われてる。例えば、日本みたいに配達なんてやってないとかな。自分で買いに行くってこと？そのタイプが多いって話だ。まあ、単純に数だけでは比較できないって話だ。説明に戻るぜ。1979年渡辺恒雄、現読売新聞グループ本社会長、が論説委員長に就任。ついに出てきたわね。ああ、読売新聞を語る上で外せない人物だ。後で少し解説を入れるぜ。なんかなくなったって噂聞いたけど、それを否定するために姿見せたっていうから、その情報はガセだぜ。1980年空白の一日事件や読売ジャイアンツ長嶋茂雄監督解任に対する不買運動に遭う。空白の一日って出川投手との契約だっけ？そっちだと、打たれまくって、やばいよやばいよ。って連発してそうだな。まあ、雑に言えば、当時のドラフトの交渉期間は、次のドラフトの前々日までだったんだ。じゃあ、その期間外の日に、ああ、そのフリー期間の間に、巨人が交渉して契約が成立したんだ。それで品質買ったの？まあ、これは結構話が複雑でな。長くなるしここではパスだ。とりあえず巨人が品質買うようなことしたって話だぜ。1989年12月1日被疑者の呼び捨てをやめ、容疑者、などの呼称をつける。昔は容疑者って言わなかったの？ああ、昔は犯人〇〇って感じの呼び捨てだったらしい。それが容疑者って呼び方になったのね。1994年11月3日当時の社長である渡辺恒雄の下で、主要なマスコミで初めて憲法改正試案を発表して、日本国憲法の改憲を主張。憲法について再考する一つのきっかけになった。ずっとタブーだったイメージだけど、94年に改憲の話が出たのね。2019年1月1日、読売新聞の購読料を値上げした。朝夕刊のセット版は4037円から363円引き上げて4400円に、朝刊のみの統合版は3093円から307円引き上げ、3400円に改定。消費税増税時の2度を除き、値上げは1994年1月以来、25年ぶり。めっちゃ最近の話やんけ。まあ、読売新聞の歴史に関してはこの辺りで終わりにしよう。本当はもっと多いんだが、全部読み上げたらえらいことになるからな。さて、次は論調に行こうか。おなしゃす。現在の論調は、おおむね中道右派、親米保守である、2009年、平成21年、の新聞通信調査会の調査では、最も保守的10点、最も革新的0点、という分布の中で、読売新聞は 5.6 点となって産経新聞の 5.3 点を上回り、全国紙の中で最も保守的であるとされた。日経の話の時も同じ調査があったわね。ああ、
そして全国紙で一番の星という結果だ。まあ、調査自体結構前だから今はどうなってるんだろうな。読売が一番星って、なんかピンとこないのよね。産経は朝日に噛みつきまくってるから、星色が強く見えるんじゃないかな。まあ、個人的に読売は星というより、自民党より、って印象だがな。そうなの。まあ、この辺も渡辺恒雄絡みだ。あのじいさん何者なのよ。傲慢で横暴な人間だが、経歴読むとすごい人ってわかるぜ。ついでに、ちょっとかわいそうな人でもあるな。そうなの、子供の頃の環境がな。ちょっと同情の意味を込めて少し話そうか。渡辺恒雄のウィキペディアより引用。1926年、現在の東京都杉並区で誕生。両親と5人の指定の3番目。そして長男だ。1934年、昭和9年。恒雄が8歳の時、不動貯金銀行、現理そな銀行、に勤めていた父、平吉が東京、杉並区の自宅玄関で突然吐血。胃がんで1週間後に死去した。当時47歳。吐血後1週間って、もう手遅れだったのね。昔はガンと伝えなかったなんて話もあるからな。まあ、その辺は詳細不明だぜ。父が残した11軒の貸し屋からの家賃収入で当面の生活費には困らなかったが、稼ぎ手を亡くした一家には将来の生活の不安が重くのしかかった。母親の花は、夫を失った打撃からなかなか立ち直れなかった。47って早すぎるからね。ここからが当時の時代もあって、恒雄氏に災難が降りかかってくるんだぜ。引用再開。戦前の拡張下では恒雄が全財産を相続し、一家の柱として責任を負わねばならなかった。8歳で一家の柱に。母、花はいつもこう言って恒雄を叱咤したという。お前は僧侶だ。僧侶というのは後継ぎだ。だからお前は勉強して偉くならないかん。成績も全校、全学科の成績が優秀であること、でないと、援助してくれている目黒のおじさんに報告できない。長男って立場から責任が全部来てしまったのね。ああ、当時は、長男様、の時代だからな。長男様って優遇されてるようにも見えるが、実際は責任、立場がすごい重くのしかかってたと聞いたな。次は受験の話だ。第一志望、第二志望、第三志望と、続けざまに受験に失敗し、ようやく第四志望の改正中、限界成功、にビリに近い成績で滑り込んだ。一応合格はできたのね。ああ、だが、こっからが酷だぜ。うん。同い年のいとこが不立一中に合格したこともあって。母、花はあんな頃中学に入って情けない、と親類の前でおいおい泣いたという。うわぁ、志望校立て続けに落ちて、なんとか引っかかったと思ったら親戚と比較され、しかも母親に情けない、って言われて、人前で泣かれるとか。ああ、こんな環境で育ったら、誰だって歪んでしまうぜ。まあ、同情話はここまでだ。こっから奇跡の大逆転劇、いや日本共産党入りだ、ほげー。まあ2年で抜けるんだがな、その後、読売新聞社に入り、正力松太郎に目をかけられ、大物自民党員の番記者になるんだ。ここから自民党とのつながりが、ああ、こっから大物相手に渡り歩くんだ。それで今も自民党に強い影響力を。まあ、渡辺恒雄のこともあり、読売新聞は保守化していくんだぜ。保守化していくってことは、それまで保守じゃなかったの。そうだな、それまでの読売新聞は保守的リベラル、という立場を取っていたそうだ。中道、どうだろうな、この辺の流れもウィキペディアから引用するか。では読売新聞のウィキペディアに戻るぜ。読売新聞大阪社会部はコラム、窓、長期連載、戦争、を拠点に、社会的弱者の視点に立つ特集記事を数多く発し、黒田が社会部長になって後社会部は黒田軍団という異名で呼ばれた。しかし1980年代に社内で渡辺恒雄らによる保守的主張が主流になると圧力が高まり、1987年に黒田は退社に追い込まれた。追い出されちゃったのね。ああ、だが、追い出される前が良いのかっていうとちょっとわからないんだよな。ということ、この、黒田清、という人物だ。その人に何か問題があったの？黒田氏のスタンスなんだが、反権力、反差別、革新、左派色が強かったそうだ。今の読売と全然違うじゃない？まあ、このスタンス自体はここの考え方で済む話なんだが、その後な、その後どうしたの？その後、日刊スポーツ、大阪本社版に連載、黒田清のぶっちゃけ、ジャーナル、を。新聞赤旗日曜版に連載、反響ジャーナル、等のコラムを執筆していった。そっち系に進んでしまったのね。ああ、ちょっと踏み外してしまった感があるな。だが、黒田死去の報道の際、産経新聞も含めた他紙が数段抜きの訃報を掲載し、いずれも顔写真入りだった。なんだかんだあっても、一目置かれてたのね。まあ、読売からは存在な扱いだったらしいがな。黒田清氏についてはこの辺にするか。追い出されてちょっと危ない方向へ進んだのね。この追い出しにも諸説あるがな。そうなの。まあ、気になった人は調べてみてくれ。で、黒田氏と一緒にいたこの人についても少し触れようか。新聞の話は、せっかくだしな。大谷昭弘。あ、察し。この人も読売所属だったんだぜ。あんまり良い評判聞かない気がするんだけど。ああ、ウィキペディアから人物、思想を引用するぜ。
弱者が標的となるような若者の犯罪に関して、犯人と特定の趣味やサブカルチャーとを結びつけようとすることが少なくない。出た。オタクへの偏見と原因の回でもちょっと出てきたわね。ああ、今もオタクバッシングしてる一人だ。ついでに、球場の会、参加のマスコミ球場の会、呼びかけ人を務めているぜ。球場の会ってあまり良い評判聞かないんだけど、まあ、共産党の機関紙赤旗が持ち上げてる会だしな。その時点で色々察するぜ。さらに付け足すと、天皇制廃止論者であり、私はこれ、天皇制があることによって、私が幸せになるとは思っていない、という主張をした。ここの幸せと皇室制度は関係ないやろ。過激な労組活動で複数の逮捕歴のある武健一を、宮崎学とともに労組の闘士として称賛している本芸。ちなみにこの武健一という人物は、報道しない自由であまり表沙汰になってない、関西地区商工支部執行委員長、組織内シンクタンク社会資本政策研究会、代表理事で逮捕もされている。とどめにこんな話も付け足しておくか。もうお腹いっぱいです。フィグア萌え族。2004年、平成16年、11月17日に発生した奈良正一女児殺害事件に関する報道の初期から、大谷は犯人をアニメや恋愛ゲームに没頭するフィグアオタクであると推定し、特定の趣味やサブカルチャーを犯罪と結びつける造語を作成し、主張を繰り返した。噂通りのオタク叩き人間ね。しかし、実際に逮捕された犯人はこうしたフィグアを全く保有していなかったことが明らかになっている。お謝罪役しろよ。また大谷はこれに関連してフィグア、アニメ、漫画などへのメディア規制を強く訴えた。屋上へ行こうぜ。久しぶりに。切れちまったよ。しっかり開いてこい。これもうわかんねえな。まあ、こういう人物ってことを覚えておいてくれ。さて、またまた脱線してしまったが、話を戻そう。読売新聞の話に戻るぜ。現在は基本的に自民党支持、改憲支持、日本経団連支持、新自由主義経済改革支持である。その一方、大連立構想以降の社説などで見られるように民主党やその支持母体である労働組合への論調は厳しいものが多いが、民主党も政権に参加する大連立には積極的であるという側面もある。政府の政策に関し、政策分野によっては憲法改正問題、防衛政策など、社の見解、社論を明確に打ち出すのが特徴である。まあこんなところだな。やっぱり自民党よりなのね。まあ、勝力と渡辺の経歴考えるとな。では、次にスクープを紹介しようか。有名どころの紹介だぜ。おうよ。1954年、第五福竜丸の被爆事件の特ダネを報道。あの水爆実験の被爆。ああ、触れると長いから今回はスルーだ。1973年8月8日に起こった近代中事件で、唐国 KCIA が介在していたことをスクープし、1974年度日本新聞協会賞を受賞した。近代中事件って、唐国の政治家が、イリュージョンを使って日本から唐国へテレポートした事件だ。政治家じゃなくてマジシャンじゃないの？まあ、真面目に話すと、日本にいた近代中が KCIA に拉致され、気づいた時には唐国にいた問題だ。知らない間に連れ戻されたの？そういう平和的なことを言う人もいるが、実際は暗殺未遂だったとも言われてるぜ。ついでに日本の893も1枚噛んでたとも。そんな話聞いたことないわ。まあ、これに触れると相当ヤバいみたいでな。みんなビビって取り上げなかった。そうとも言われてる。さて、次の話に行こうか。1988年に発生した大阪府警察の巡査及び堺南署、現西堺警察署、署長以下の職員が組織ぐるみで主婦に占有離脱物横領の罪を着せようとした事件では、読売新聞記者がいち早く事件を耳にし、社会面に大きく特集記事を掲載したことから事件が発覚、主婦の冤罪が晴れた。この報道により、1988年度日本新聞協会賞を受賞した。マジかよ。西堺警察署最低だな。ああ、言語道断だ。もちろん全員落とし前つけたのよね。もちろんだ。ざっと並べると、隕石辞任、減給、戒告、厳重注意、懲戒免職からの横領罪で起訴猶予だぜ。だけんなやハゲ、誰がハゲだ。こんな恐ろしいことやっておいて、誰も無所有気にならないのかい。ああ、本来だったら市中引き回しにしてもいいぐらいの事件だ。まあ、次に行くぜ。1995年、平成7年、1月1日の山梨のオウム施設近くでサリン残留物を検出。では、一連のオウム真理教事件報道のきっかけを作った。これは本当大事件だったからね。ああ、日本におけるマジモンのテロリストだからな。では次。2011年7月21日付長官に東電 OL 殺人事件で別人の DNA が見つかったと報道。真犯人はネパール人男性ではない可能性があることをスクープ。危なく冤罪になるところだったのね。ああ、これは検察側の隠蔽っぽい話でもあるな。さて、スクープ関連はここまでにしよう。この後は、お約束のやらかし、だぜ。一大新聞社だけあって数もすごいぜ。まあ、例によって私の独断と偏見でいか略だがな。では引用開始。気味が持たれた報道、捏造報道、スキャンダル。1930年代、毎日新聞、朝日新聞などと同様、いわゆる15年戦争、大本営発表に全面的に協力し。
大東亜戦争を煽り立てる報道を行った。だぜ。おお。よく朝日新聞が話題に上がるけど、読売もやってたんかい。付け足すと毎日新聞もな。1948年、正殿疑獄において、重要人物の召喚を次々と予告して的中させる、連続特大スクープを行い、朝起きたら読売を見る、自分の名前が出ていないのを確認して朝日を読む、と言わしめるほどの報道を行った。単なるスクープやん、そう思うだろ、あん？続きを読むぜ。このセンセーショナルな紙面作りを可能にしたのは、記者としての訓練をほとんど受けていない、入社3年目の駆け出し記者、24歳の立松和弘である。経験もない上若いとか、超天才記者だったの。いや、この人の親父さんが大物検察とコネだったんだ。あ、察し。当時、GHQ 内は、日本の占領統治をめぐって、右のチャールズ、ウィロビー少将と左のチャールズ、L、ケイディスが対立、分裂しており、ウィロビー少将は自由党の吉田茂を支持していた。GHQ 内でも意見が分かれてたのね。ああ、ここで重要なのは、ウィロビー少将は自由党の吉田茂を支持していた、だぜ。そういえば、この時って誰が総理だったの？この時は民主党総裁の芦田仁が第47代内閣総理大臣についてたぜ。え、民主党政権だったの？ああ。でだな。さっきのウィロビー少将は、当時野党の吉田茂を推していた。あれ、もしかして。ここで読売新聞のウィキペディアに戻る。検察ラインは、芦田仁内閣を潰そうとする GHQ の政治的思惑に沿って、正殿疑獄をでっち上げて、検察が政治を支配する時代を作り上げたのである。ウィロビー少将側と思惑が一致してたのね。そうだ。検察側は捜査情報を読売新聞にリークし続けた。検察は、読売新聞1社のみにスクープを独占、継続させることを通して、強烈なインパクトを各界に与え、芦田連立政権を崩壊させることに成功した。なんか椿事件も真っ青な内容じゃない？まあ、GHQ に分回されてたって話もあるがな。どういうこと？12回の時に WGIP の話をしただろ。うん。そして、占領政策の一つとして保守を排除して日本のリベラル化を図ったと。そんな話してたわね。で、途中で方針転換をしたとも。確かコメント返しで言ってた。逆コース、だっけ？そうだ、GHQ 内もリベラル化と逆コース派で分かれてたんだ。あ、じゃあこの話って、ああ、GHQ のお家騒動って噂もある。そんなんで政治が動いてたの？まあ、統治家じゃしゃあない。ってことは、検察は操られてたの？いや、そんなことはないぜ。ないんかい？さっきの話の続きを読むぜ。正殿疑獄から始まり、造船疑獄で定着、ロッキード事件やダグラス、グラマン事件、リクルート事件では、検察関係者による報道機関に対するリーク、すなわち検察リークが猛威を振るうことになる。検事たちが思い上がり、報道機関が検察批判をすると、直ちに出入り禁止、にする。三田和夫によれば、読売新聞による正殿疑獄、造船疑獄報道が原因、と、読売新聞の行為を厳しく断罪している。検察の都合で情報をガンガンリークするとか、ヤバさでは偏向報道の日じゃないわね。そうかもな。で、今更だけど、正殿疑獄って何？雑に言うと、国から金を借りるため、昭和電工が政府高官、幹部たちにした贈収賄事件だぜ。よくありそうな話じゃない？ GHQ 職員まで金もらってたから大ごとになったんだ。は。与党の重役、副総理までもが逮捕される大事件だったんだぜ。他にも色々あったが、この事件がとどめになって芦田内閣は崩壊した。まあ、この後検察が調子に乗り、その原因は読売新聞にあるって叩かれたって話だぜ。だがさっき言ったよう、これは、でっち上げ、の可能性もあるから注意な。読売新聞って政治家とか権力者絡みの話が多くない？それについてはそのうちな。さて、次だ。1952年9月4日の読売新聞には、正力松太郎が中心的役割を担うマイクロ波中継構想が公表された。それが何なの？これも雑に説明するぜ。雑が多すぎない？真面目に説明すると長くなるからな。まあ、簡単に言うと正力松太郎が日本の通信網を作ろうとしたんだ。さっきの文章のまんまやないかい？背後に CIA がいたんだよ。え、表向きは正力松太郎にやらせてたんだが、裏では CIA が日本の通信網を支配して、親米、反共のプロパガンダに利用しようとしたんだ。表向きは日本人が自主的にやってるように装ってた。まあ、イメージとしてな、すごい適当な説明だから、その辺注意してくれな。次だ。1954年3月、第五福竜丸の被爆以降、読売新聞は、車種にして自民党議員、正力松太郎の政治力拡大と原発利権掌握の思惑から、CIA との協力を得て、原子力平和利用を進める日本の原子力発電所建設のため、積極的なキャンペーン記事を行った。途中であった原発推進の話ね。そうだ、どうでもいい話だが、IAEA ってあるだろ。原子力関係の機関だっけ？ああ。まあ、ゴシップだが、この IAEA の査察対象の大半が日本らしい。
原子力を変なことに使わないかって日本を監視してるって噂だ。何？日本ってそんなに警戒されてるの？まあ、戦争時はとんでも兵器持って現れたりしてたからな。また変なもの作らないか警戒されてるって話さ。日本が核兵器を持たないように、そういうゴシップだ。まあ、核技術もロケット技術もすでに持ってるから、ある意味、核保有国かもな。そうなの？お隣のジョンさんが、核兵器持ちたくていろいろやってるだろ。実験とかミサイル打ち上げ。ああ、ジョンさんが必死で得ようとしてる技術を日本はすでに持っている。実験にしたって、スーパーコンピューターで済ませられるって話だ。まあ、これらはゴシップだから、話半分にしといてくれな。では次。1960年代、読売新聞は、朝鮮民主主義人民共和国を来賛し、在日朝鮮人の北朝鮮帰還事業を積極的に推し進めた。もう嫌な予感しかしないんだけど。読売新聞は、平壌発の特派員伝で、北朝鮮へ帰った日本人妻たち、夢のような正月、という記事を掲載し、キム・イルソン首相に招かれて新年の宴会に出席してることや、正月用にお餅やおせち料理が特配される豊かな生活ぶりを伝え、日本人妻を含めた在日朝鮮人の帰国熱を煽り立てた。よかったのかホイホイついてきて、ってオチだったのよね。ああ、記者が見たすべての日本人妻が、朝鮮に来てほっと解放されたかのような安らぎを見せ、みんなが希望に溢れて前方を見つめている、と述べ、多くの日本人の犠牲者を作り出す原動力となった。これって読売もやってたのね。ああ、ついでに産経もな。次だ。1974年から1975年にかけて、読売新聞は名人戦騒動を起こした。将棋、いや、囲碁の方だ。囲碁と新聞の不祥事って繋がらないイメージだけど、簡単に言えば、名人戦開催権の契約金絡みだ。金絡みの話だったの。そうだ、読売は2500万の契約金に対して朝日は1億の契約金を提示したんだ。4倍？ああ、それで朝日の方へ流れてしまったんだ。で、不祥事って、このことで逆恨みしたのか、読売新聞は、金目当て、審議がない、と激しいバッシングをほぼ1年にわたって囲碁界全体に加え、裁判にまで発展させた。1年っておま、このネガキャンの影響で、日本棋院のプロの卵である院生の数は激減。日本囲碁界の凋落と中国、唐国の台頭の一因となった。何やっとるんや読売。ああ、文化発展の阻害だ。次。1989年8月17日、夕刊一面トップで、東京、埼玉連続幼女誘拐殺人事件の容疑者、宮崎のアジトを発見、と報道した。この事件聞いただけで嫌な予感か。記事ではアジトの様子が語られており、アジト付近の地図まで載っていたが、捜査本部は全面否定し、全くの虚偽であることが判明。翌日にはお詫び、を出したものの、検証、記事に2ヶ月もかかり、その内容も具体性に欠けるものであった。捏造大概2000や。1990年5月6日、子供の日翌日の朝刊社会面トップは、雨の日の5日午前2時、幼い2人置き去り歩道とぼとぼ、保護、親のないわず、と、豊かな時代、の、コステ、を報道し、親の身勝手から依然として後を絶たない、と批判した。しかし実際は、父に黙って深夜に外出して保護されただけであり、記者の早とちりであった。ほんと確認しないのね。ところが、訂正、お詫び記事を出さなかったどころか、当初では兄弟は大人たちに囲まれ、緊張感と警戒心で自宅がすぐ近くにあることさえ口に出せなかったのだろうと同情している、5月7日夕刊、と書き、読売新聞は誤報の責任を子供になすりつけた。うわぁ？最悪や。1991年12月1日朝刊は、1990年5月に起きた足利事件を報道した。読売は、朝日、毎日と異なり、捜査本部は、これまでの調べで、男性が少女を扱ったビデオソフトや雑誌を愛好している、と、犯人をロリコンとする独自記事を掲載。またオタクバッシングへ持ってこうとしたのね。翌日の朝刊でも、ロリコン趣味の45歳、と見出しをつけ、週末の隠れ家、でロリコン趣味に浸る地味な男、週末の隠れ家、には、少女を扱ったアダルトビデオやポルノ雑誌があるといい、S 容疑者の少女趣味を満たすアジトとなったらしい、と、あたかも宮崎勤の事件かのようにセンセーショナルに煽り立てた。読売もオタク叩きまくってるっていうのがわかったわ。菅谷容疑者の家宅捜索が12月3日に行われ、少女向けアダルトビデオは一切発見されなかったにもかかわらず、続報として触れるにとどまり、一切謝罪しなかった。なんか読売に対するイメージ変わるわ。それ以前に、マスコミというものを美化しすぎなんだよ。他には小沢一郎氏に対するやらかしをたくさんやってるが、数が多いからご割愛だ。2011年3月11日、東日本大震災による福島第一原子力発電所事故の被災に対して、原発推進派で多額の広告料を東京電力からもらっていた読売新聞は、放射能被害を少なく見せかける虚偽の報道を繰り返した。あ、もうめちゃくちゃだよ。2017年に福島県奈良場町長の発言談話を捏造したと報道された。奈良場町長が避難先から帰還しない職員は昇格、昇級させないようにすると発言したという内容だったが、実際は締め切りが迫った記者が取材せずに文面を捏造した。
2018年平成30年1月11日付にて、着物販売レンタル会社晴れの日の店舗が突如閉鎖され、多くの新成人が成人式で振袖を着られなかった問題で、横浜市が被害者を対象にやり直しの成人式を開催することを検討していると報道。しかし、横浜市教育委員会は信用調査会社データ、マックスの取材に対し、そのような事実はない、と否定し、現状では被害の把握に努めている段階。市として何をできるか、何かするかどうかも含めて未定、と明言した。この辺で終わりにしよう。読売問題起こしすぎでしょ。まあ、でかい新聞だからその分な、単純な割合で言ったら、どこも良い勝負だぜ。最後にちょっとだけ不祥事を挙げるか。まだあるんかい？ウィキペディアより引用。1969年12月14日、全日本空輸の旅客機と、読売新聞社のレシプロ機が空中衝突した。衝突後も双方の機体は飛行可能であったため、死傷者は出なかった。空中で衝突とか、ああ、ことと次第によっては第三者。こらおりの免許持ってんのか、こらおやくしいい加減にしろやデブ、誰がデブや。次。2005年5月4日から5日早朝にかけての JR 福知山線脱線事故記者会見の席上、JR 西日本の事故直後の対応やレクリエーションを中止しなかったことについて、出席した記者が説明を求めて、あんたらはもういい、社長を呼んで、党と罵声を浴びせたり、感情的発言を繰り返していたことが判明、取材モラルに欠けていないかと読者や他のマスコミなどから批判され、特に産経新聞は、主張、社説、で批判文を掲載した。確かに柄悪い記者いるものね。ああ、いくら相手が悪かったとしても、一体お前何様のつもりだよ。って態度の記者もいるからな。私の記憶が確かなら、雪印の不祥事の際も、記者が怒鳴ってたな。他には千葉で小学生が殺害された事件の取材でも、共同通信の記者が、取材に応じなかった家のドアに蹴りを入れる映像が防犯カメラで撮られてて問題になったり。何がジャーナリストよ。まあ、本当にジャーナリストがいなくなったら困るから、その辺が難しいところだな。さて、この辺にするか。巨人との話はないの？あっちはスポーツだしな。そうだな。読売ジャイアンツの無駄知識を一つ。あん？巨人って東京ドームが本拠地だろ。確かに巨人と言ったら東京ドームのイメージね。東京ドームって株式会社東京ドームの所有物なんだぜ。え、どういうこと？まるで巨人、読売の施設に見えるが、全く別会社の所有物だぜ。そうだったの？ああ、球場使用料かかるから移転なんて噂もあったらしい。その移設先が築地跡地。とかな。まあ、噂だぜ。とまあ、読売新聞についてはこの辺にしようか。読売新聞を簡単にまとめると、読売の部数は世界一、論調は全国紙で一番の星と言われてる。読売新聞で大きな権力を持ってる人間が政治家、特に自民絡みが多いため、論調は自民党より原発推進派。読売の権力者が CIA とつるんでた実績あり、検察と仲良しで情報をもらってた過去がある。オタクバッシングにも参加してた。スクープを狙いすぎてチョンボも多かった。まあ、読売新聞読むときは、これらのことを踏まえた上で読んだ方がいいかもな。権力者とのつながりがある新聞社ってことね。個人的に読売の一番注意すべき点はそこだと思ってる。まあ、利害で対立すれば一瞬で割れそうな関係だけどな。なんでよ、政治家が電波利権にちょっかいかけようとしたら、その政治家の支持率がどえらいことになったりしたからな。ああ、そんなこともあったわね。まあ、大きい新聞社だけにスクープも不祥事もすごい量だ。読売は信用できない？そうじゃない。あん？大手新聞だから信用できるとか、この動画見て信用できなくなったとかでなく、産経、朝日、テレビとか関係なく、何事も過信と鵜呑みは禁物だぜ。結局それに行き着くんかい。そうだ、情報なんてクリティカルシンキング、つまり疑うぐらいがちょうどいいぜ。この動画も、そうだ、正しい情報に行き着くより、間違った情報に振り回されないよう注意した方がいい。最近は意図的に間違った情報を流すところも多いしな。変更報道。そうだ。さて、結構長くなってしまった。今回はこの辺で終わろうと思う。おいこら、全国紙あと3つあるやろ。あと3つもやるのは時間的に無理そうだからな。申し訳ないが、また別パートにさせてほしい。中の人、全国紙は1パートでいけると思ってたからね。ああ、読売の途中で、やべえよ。やべえよ、ってなってたな。なので、今回は日経、読売の西でご容赦いただきたい。全国紙残り3つ。地方紙、ブロック紙、テレビ、あと何パートになるのかしら。前編、中編、後編で収まると完全に舐めてました。あまりこのネタが長引くと飽きそうだし、途中で別のネタを挟むかもしれません。どんどん完結が遠のく。あと、今回コメント返しについてツイッターでアンケートを取らせていただきました。めっちゃ拮抗してたわね。ああ、なので、今回は試験的にパート分けを行ってみようと思います。別動画としてあげる。そうだ、コメント返しで結構な時間取ってるし、長くなりすぎてトイレ行きたい、なんてコメもあったからな。というわけで、今回のコメント返しは別動画でアップします。そして、気をつけてほしいのは、コメント返し動画はサブチャンネルの方にアップします。何故サブチャンネル？
ちょっとは活動実態作っておこうと思って。ほとんどほったらかしだものね。ああ。とまあ、コメント返しはサブチャンネルで行いますので、よろしければ、動画説明欄、概要にある URL から飛んでみてください。大麻。あと、コメント返しの方でも話があると思いますが、コメント返しは私たち以外が担当してます。は。中の人は同じでも、データ上別のチャンネルなので、こちらと完全に重複しない様変更を加えています。そのあたりご容赦ください。まあ、自分で運営してるチャンネル同士で再利用されたコンテンツ、なんて判定受けたら笑えないからね。ああ。というわけで、コメント返し会の方もよろしくお願いします。さて、今回の日経、読売新聞編、もう終わりにしようか。このネタ飽きたら言ってね。別の動画ネタも挟めるから。では、そろそろ締めようか。おっつおっつ。今回も長い時間のご視聴、ありがとうございました。